2022年開幕9連敗を喫しながらも最終的には A クラスの座を死守した阪神タイガース。開幕からいきなりハンデを背負いながらも強豪チームの面目躍如となった理由としてはその高い投手力が挙げられます。チーム防御率最下位の巨人が 3.69、 防御率2位の中日でも 3.28 と他5チームは防御率3点台に落ち着いていましたが、阪神タイガースのチーム防御率はなんと 2.67、 セリーグ唯一の2点台を記録しています。そんな圧倒的な力を誇る投手陣ですが、新監督の岡田彰布氏は優勝のためにさらなる改革を行っているようで、今回は投手王国阪神における来季の投手陣の展望について岡田監督のコメントとともに紹介していきます。虎のネクストエース西純也。まず岡田監督が高い期待を寄せ2023年シーズンのエース候補とまで呼ばれているのが西純也投手。2019年に阪神タイガースに移籍しエース級の活躍を続けている西勇輝選手の親戚ということで話題になっていた西選手ですが、2022年シーズンは見事ブレイク。13試合に先発し6勝3敗、防御率 2.68 の好成績をマークすると、5月18日の試合ではヤクルトの高橋選手相手にプロ初本塁打を放つなど投打にわたって大きな活躍を見せました。そんなスケールの大きい西純也選手に対して岡田監督も大きな期待を寄せているようで、秋季キャンプのブルペンで彼の投球を目の当たりにすると、この中では一番いい、西純也がもう一人欲しいと冗談を交えながらも絶賛。また岡田氏は秋季キャンプ終了後の12月10日に出演したラジオ番組においても、キャンプでまっすぐばっかり放らしちゃったけど西純也は他のピッチャーと違うね、他のピッチャーより1段も2段も上やね、球が重くて速い、バッターが一番嫌やなと、その高いポテンシャルに言及すると、西純は大化けの可能性はありますね、自信つけたと思うと次世代のエース候補に期待を寄せていました。そして何よりも親戚であり現在阪神のエースである西勇輝選手がオリックス時代に初の2桁勝利を挙げた際の監督は当の岡田彰布氏。親戚の兄貴が飛躍するきっかけを作った恩師のもとで、西純也選手も大化けを果たすかもしれません。岡田監督の恋人桐敷拓磨選手。続いて岡田監督が先発ローテ候補として高い期待を寄せている様子が伺えるのは桐敷拓磨選手。新潟医療福祉大学からドラフト3位で入団し、2022年シーズンはルーキーながらいきなり開幕第2戦目を任されるなど、前任の矢野明宏氏からも高い期待を寄せられていた桐敷拓磨選手ですが、昨年は0勝、しかし2軍では先発投手ながら驚異の防御率0点台を記録しています。以上の理由からファンからも期待を受けている桐敷選手ですが、岡田監督は誰よりも期待を寄せている様子で、それを計り知ることができるのは何といっても岡田監督が桐敷選手を言及した回数。秋季キャンプの取材において岡田監督は投手陣について記者から聞かれると必ずと言っていいほど桐敷選手の名前を出していたのです。最初にその名前が出たのは開始予定の秋季キャンプに向けての取材。まだ桐敷選手の投球を指揮官として見る前でしたが、岡田監督は楽しみやんな、だって開幕2、3戦目で投げてるピッチャーやからな、悪かったらそんな時に投げさせんでと高い期待を持っていることを明言すると、キャンプに入ってからの取材でもブルペンで一番目立っていたのはという記者からの質問に対して岡田監督はやっぱり桐敷がいいなと即答。続けて1軍でちょっと投げたピッチャーというかな、やっぱり今年1年間ファームにいてるピッチャーとその辺は違いがあるなと、秋季キャンプに参加している他の若手投手とは明確な違いがあると述べると、コントロールもいい、ボールのキレとかすごくあるとポテンシャルも大絶賛、まあタイプ的には先発やろな、まずは先発からやなと、すでに開幕ローテ入りの内定とも取れるような発言をしていました。またキャンプ中盤の11月13日には自らブルペンのバッターボックスに立ち、桐敷選手に対してアドバイスを送っていた岡田監督。
ここまで桐敷選手に続行になったのは何も監督になってからいきなりではないようで、解説者時代の自身のコラムでも阪神のブルペンで目を奪われたのが桐敷よ。体つきは新人とは思えないもんやったし、投げ始めたらこれがまたいいんよとすでに賛辞を送っており、岡田監督にとっては一目惚れの相手だった様子。桐敷選手本人も指揮官からの期待を粋に感じており、2023年シーズンの自身のポジションについて、ファームでは先発をやらせてもらっていたので、できるのならば先発ですかね、と力強く宣言していました。藤浪選手のポスティングなどもあり、熾烈な争いが加速すると思われる阪神先発陣、通算0勝の桐敷選手が虎の新エースになるかもしれません。2軍の帝王が羽ばたくか、村上頌樹。続いて阪神のローテ候補として名乗りを上げているのは、2023年シーズンで3年目を迎える村上頌樹選手です。村上選手の魅力、それは高いゲームメイク能力です。村上選手の2軍での成績は16試合に先発し、7勝3敗、防御率 3.09。これだけだと比較的平凡な成績ですが、注目すべきはそのクオリティスタートの数。6イニングを投げ、自責点3点以内に抑えると記録され、いわゆるゲームを作ったとされるクオリティスタートを村上選手は10度記録。先発時のクオリティスタート率は 62.5% に及び、これはオリックス期待の左腕宮城選手が1軍で記録したクオリティスタート率と全く同じであり、日本ハムの新エース伊藤大海選手のクオリティスタート率にも迫る数値となっています。事実、村上選手は5月以降の登板において4失点以上を喫したのは1度しかなく、負け投手になったのはその1回のみ。4月の不調が響き平凡な成績になっているものの、村上選手は2021年シーズンにおいて2軍で10勝1敗を記録した選手。ファームではすでに敵なしの状態であることがわかるかと思います。秋季キャンプにおいても岡田監督が投手陣に課した外角高めを意識して投げるということを実践し、今までは低め低めにと言われてきた。高めは強い球が行きやすいので、この感覚を持って次は低めに投げられるようにしていきたいと何かを掴んだ様子であった村上選手。一方で岡田監督もボールに力があるよなと村上選手のポテンシャルは高く評価しており、前出の桐敷選手同様ブレイク候補として名前を挙げていました。これに対して名前を挙げてもらって嬉しい、ずっと印象に残る投手になれるように投げ込みたいと決意を語っていた村上選手。来季は2軍の帝王を抜け出し、1軍の先発として同棲であり、2022年シーズンに三冠王と56本塁打を放った村上宗隆選手を完璧に抑え込むことを目標であるとも語っていました。ヤクルトには2021年シーズン目の前で優勝をかっさらわれ、2022年シーズンも2英雄を飲まされた阪神タイガース、その中心を抑え込む主砲キラーは鳴尾浜の地から現れるかもしれません。こっちはスターターのケラー、新助っ人に岡田監督も期待。来季の阪神タイガース、並み居る先発陣に割って入ることを期待されている人物がもう一人います。彼の名前はブライアン・ケラー。2022年シーズンから在籍し、2023年シーズンも残留が決まった同姓のカイル・ケラー選手がいる関係で、ファンからは2人目のケラーという愛称で呼ばれています。クローザー候補として入団し、昨シーズンは全てリリーフ登板だったカイル・ケラー選手と異なり、ブライアン・ケラー選手の主な役割はスターター。2023年シーズンはもちろん先発の一角として期待されています。ブライアン・ケラー選手の一番の魅力は打者がとにかく捉えづらいピッチングです。最速で150キロ中盤を記録するスピードボールを持つブライアン・ケラー選手、このようなタイプのピッチャーはバッターが捉えられないような変化量の多いウィニングショットを持つタイプが主流ですが、ブライアン・ケラー選手の持ち味はカットボール、ツーシーム、そしてチェンジアップ。変化が大きくない球種ばかりであり、岡田監督もブライアン・ケラー選手について、バッタバッタ三振とか、そういうタイプじゃないな、とスタイルを分析していました。
しかし、そんな打たせて取るタイプのブライアン・ケラー選手のスタイルは、打者の目が慣れる2巡目以降も通用するため、スターターとしてはもってこい。事実、岡田監督も、打ちづらいなっていう印象やな、と、ブライアン・ケラー選手を語っていました。また、ブライアン・ケラー選手を高く評価しているのは、チームと監督だけではありません。ブライアン・ケラー選手は、勝てる力がある、と力強く断言するのは、阪神タイガースで主にリリーバーとして447試合に登板し、2004年から2015年の阪神コーチ在任時にはブルペン担当コーチとして JFK を体制させたことで知られる評論家の中西清興氏。中西氏はブライアン・ケラー選手について、フォームも矯正すべき癖がなく、四死球で大崩れすることもなさそう、ガンケルを少し荒々しくした感じの打たせて取るタイプで、1年間ローテを守って勝てる力がある、と2022年シーズンまで在籍し、2021年シーズンは9勝を挙げ、チームの優勝争いに貢献した有料助っ人の名前を挙げて絶賛していました。28歳ながらこれまでのメジャー経験はなく、実績面では同姓のカイル・ケラー選手に大きく劣っているブライアン・ケラー選手。しかし、監督並びに OB に絶賛された打ちづらい投球でジャパニーズドリームをつかみ取るかもしれません。ドラフト最下位からの下克上、石井大地選手。2004年から2008年にかけての第一次政権以来15年ぶりの監督復帰となる岡田監督。そんな彼が球界の中でも絶賛されている能力が、リリーフ陣を整備する能力でしょう。ジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田智之の3人による JFK はもちろんのこと、ビハインドの場面や点差がついた場面で登板する若手投手3人衆 SHE など、第一次政権下において史上最強とも言われる最強リリーフ陣を形成。オリックス監督時代にも先発で結果が出なくなり始めていた岸田守選手や平野義久選手をリリーフに転向させ、平野選手に至ってはメジャーリーガーにまで育て上げています。ここからはそんなリリーフ整備の鬼、岡田の目に留まった2023年の活躍が期待されるリリーバーを紹介していきます。まず、岡田氏から使い勝手が良さそうという中継ぎ投手に対する最上級の褒め言葉を排除したのは、2023年シーズンで3年目を迎える石井大地選手。石井選手は史上初の高等専門学校を満了し、ドラフト最下位ながらプロ入りした選手。しかし、指名順位は関係ないとばかりに、1年目の2021年シーズンの開幕戦にリリーフとして登板。これまでの2年間で36試合に登板し、防御率は 3.05 という結果を残しています。実績という面ではまだまだ物足りない石井選手ですが、秋季キャンプでの彼の投球を岡田監督は絶賛。石井はいいなぁとつぶやくと、その理由について、ストレートだけでも本当見たらわかるやろ、生きたストレート言うたらおかしいけど、ふわーっと伸びのあるストレート、狙ったところ投げるのでも石井はちゃんとそこ行くもんなと、そのポテンシャルを絶賛しながら答えていました。また懸念事項とされている175センチという小柄な体格についても、これはもうしょうがないよ、背高なれとは言われへんから、持ち味が出たらええことやから、と石井選手に対してあくまでも自分のスタイルを貫くことを求めていました。石井選手本人も3年目の飛躍を目指して2022年シーズンに43ホールドを挙げ、最優秀中継ぎ投手を受賞した湯浅選手に対して、年齢的に後輩にあたるにもかかわらずトレーニング方法を自ら聞きに行くなど邁進している最中、11月にはアスリートフードマイスターの資格を持つ女性との結婚も発表し、飛躍する準備は整っています。クロート好みの変則右腕、岡留秀隆。続いて、岡田監督がリリーバーとして期待しているのは沖縄出身の変則右腕、岡留秀隆選手。ドラフト5位で2022年シーズンから阪神タイガースの選手となった岡留選手は、1軍登板はなく2軍でリリーバーとして専念。36試合に登板し2勝1敗、
防御率 1.54 という成績を残しています。そんな岡留選手の一番の注目ポイントはその素晴らしい安定感。1点台中盤という防御率だけでもその安定感は計り知ることができますが、35イニングを投げて被安打は24、与えたフォアボールはわずか8つで、1回あたり何人の走者を出したかを表す指標である WHIP はなんと 0.91 を記録。今シーズン最も低い WHIP を記録した DeNA の今永翔太選手が 0.94 であることを考えると、1軍と2軍、先発とリリーフという違いはあれど、岡留選手がいかに素晴らしい成績を残したかを計り知ることができます。岡田監督も秋季キャンプの初日の2日間で気になった選手のうちの一人として岡留選手を挙げると、引っかかったらものすごいいい球来るなというコメントを残しています。またチームの OB であり元メジャーリーガーとしても知られる矢部圭一氏は岡留選手を面白い存在と評しており、1イニング1イニングをしっかり抑えられれば岡田監督の信頼を勝ち取ることができると語っています。また岡留選手に対して期待を寄せているのは OB や指揮官だけではなく、チームメイトも同じようです。岡田監督に2023年シーズンの正捕手としてすでに明言されている梅野龍太郎選手は、岡留選手についてすごく球に力があったし、変化球とか配球ができるようになっていけばすごくいいピッチャーになるんじゃないかなとポテンシャルを絶賛。岡留選手が試行錯誤しているプレート位置に関して積極的にアドバイスを送るなど、かなり期待を寄せている様子です。このキャンプがチャンス、自分の長所を見せたいと力強く語った岡留選手。彼が阪神のリリーフスターとなれば、関西中の子供が彼の変則フォームを真似するかもしれませんね。2代目阪神の岩田修明、岩田正樹選手。最後に紹介するのは背番号93、福岡県出身の左腕、岩田正樹選手です。前室の岡留選手が右の変則なら、岩田選手は左の超変則投手です。右足を内側へ大きく踏み出すインステップという野茂英雄氏のトルネード投法を思わせるようなサイドスローが彼の一番の武器であり、2022年シーズンは7月25日という期限ギリギリで支配下登録。残念ながら一軍登板はなかったものの、育成の星と大きな期待を寄せられています。岩田選手が今シーズン期待されている一番の理由として挙げられるのは、2軍では役不足だと言わんばかりの圧倒的な2軍成績。6月25日の対広島戦からは10試合連続での無失点を記録。チーム最多の41試合に登板し、32イニングを投げながら許した安打の数はわずか19、フォアボールも9個、基本塁打に至ってはわずか1本という成績を残しています。秋季キャンプでは同じく1軍での実績が少ない桐敷選手や岡留選手に遅れを取り、岡田監督から特に言及されることはなかった岩田選手。しかし本人はやる気十分の様子です。岩田選手は秋季キャンプから同じく左の変則左腕であり、2022年シーズンは32試合に登板し10ホールドを挙げた渡辺裕太選手をその目で研究。来年は勝負だなと思うという決意の言葉を胸に、左のワンポイントという限られたポジションダッシュを見据えていました。また研究熱心な岩田選手に対して正捕手である梅野選手も、岡留選手と同様、右打者と左打者の攻め方は違うから狙う場所を変えた方がいい、右と左で投げ分けができるようにならないととアドバイスを送っていました。阪神の左のエースであり、ファンに愛されながら2021年限りで引退した岩田実氏と同姓である岩田正樹選手。阪神の岩田といえば自分のことになるように、岩田選手は2023年勝負のシーズンを迎えます。まとめ、いかがでしたでしょうか。圧倒的な投手力を誇りながらも先発ローテの一角であったガンケル選手、ウィルカーソン選手という両助っ人の対談や藤浪晋太郎選手のポスティング、リリーフエースの岩貞選手の3年ぶりの先発転向など、その土台を揺るがす事態が勃発している阪神タイガース。
先発は大八木選手、西選手、伊藤選手の3名が中心に、中継ぎは浜地選手や湯浅選手を中心となりますが、投手陣は決して来シーズンも安心という状態ではありません。そんな中、就任してすぐに投げたら給料が上がると投手陣に対して葉っぱをかけた岡田彰布氏、新たな若武者たちは千載一遇のチャンスをつかむために日夜努力を続けています。名門球団と言われながらも2005年以来17年にわたってリーグ優勝を達成していない阪神タイガース、18年ぶりのアレのためには若手投手陣の奮起が不可欠です。群雄割拠するタイガースピッチャー陣による2023年シーズンの戦い、すでに火蓋は切って落とされています。